明日取り壊されるこの学校と卒業生代表山城真奈美、この恋に私はさよならする。私はさ、上京組じゃん、遠距離ってことになるじゃん。私話せる人ほとんどいないんで。僕も同じタイプでしたからね。わかります。刹那妖精と呼べ。森崎さんって中学の時からあんな感じだったんですか？なあ、俺たちずっとこのままがいいよな。そうだね。いや、怒ってる？怒ってないって。勉強ならこっちの大学でもできるのに、それでも東京行くって決めたのは自分じゃん。このままじゃ森崎さんだいぶできないっすよ。じゃあ出演辞退するの？どうしてこのタイミングで変わりたいと思ったんですか？山城さんが答辞を読むから。卒業生代表山城真奈美。山城、どうした？ずっと内緒にしておきたかった。でも今日で最後だから。卒業なんてなかったらさ、ずっと楽しい。二度と戻れないこの場所が、あの頃世界のすべてだった。ありがとう。少女は卒業しない。